はい、どうもしこです。ジョンです。トトロです。セガ監督です。今日の企画は究極の二択、公平行きました。ちょっと前回はな勝ちましたからね、ジョンと僕で。勝ちましたね。完敗したからな今回負けへんのね、どうせ。はい。白熱しましょう。前回ね、かわいい。かわいいは美人。愛したい、愛されたい。はいはいはい。今日は私のやつからいきますよ。はい。はい。出してくれるということでね。はい、ということで早速行ってみましょう。はい、じゃあ、はい、発表させていただきます。今日のテーマは紐のおはしっかり女子。なるほど。なるほどね。家でグータラする子か、家でもテキパキしっかりやる子か、どっちに。これは大丈夫よ。魅力を感じるかいっていう。じゃあ、はい、はい、紐の人。はい。おぉねえ、一緒だ。もう、なんか一緒だ。もう邪魔やん。勝ち戦だわ。いや、違う、これ負けんよな。これは負けるわけがない。これは負けるわけない。負けない。あ、ほんと？じゃあ、席変えて話し合いましょう。はい、じゃあ席も変わりましたし。まあまあ、お先どうぞ。そうそうそう。もう、俺ら見てみてるから。あと、それで言うと、毎回俺らから1点する。だけは仕掛けてんすよ。だから俺らが聞いてから穴探しして攻めてんのかもしれんから。で今回は僕らが俺らから行く。はい、あ、来てください。でも上位行ったってもう簡単や。この前も話しましたけど、やっぱ外でソルジャーとして仕事グワーやってきて、家帰ってきて、そんな家でまだしっかりしなくていいよって女の子に思うんですよ俺は。そこはもう二人で分け合っていいし、そんなにテキパキしなくていいよって俺は思っちゃうんですよね。一緒に分担してやっていけたらなんかそれでいいのかなって思うから、お互いそんな得意じゃなくてもいいかなって。こいついいこと言う。分けよう。でもなんかそれいいこと言ってる。それはけど包みますよの宣言でしかなくて、結局じゃあどこに魅力を感じるんですかっていうことにはなってないよね。それで言ったら多分俺がそもそも干物っぽい。はいはいはい。性質として。家では安心するんか。そう、土日はちょっと昼から酒飲んだりとか、一緒にだらっとテレビ見たりとか。そうそうそう、ちょっとそういうのが俺は理想の家庭やから、相手にもそうあってもらえたら一緒の歩幅で歩んでいけるし。なるほど、一緒にだからまったりできるってことや。そう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 。そういうのはいいよな。それはいいよ。じゃあこれは全然負けとかじゃなくて。なるほど、いいんです。はいはいはい。それはやるもんな、しっかり女子も。別にそうそうそう、別にしっかり女子常にしっかりしてなんかわけじゃない。そんな鬼じゃないよ俺たちも。なるほど。しっかりとはどんな感じの調子でくださいよ。まあでもやっぱりそのルーティーンが出来上がってる人ですよね。ルーティンなんや。なんかもうこれも息するようにやっててほしいんです。だからしっかりしてる人って別にその家事やってますとかって気負いがそもそもないわけ。ああ、なるほどね。そうそうそう。なるほどね。別になんか当たり前にやってることが人から見たらしっかりっていうだけで、その人にとっては負担じゃないんですよ。でもそういう人って本当に俺らからしたらなんかその人は息してるだけなのにこっちは超魅力的っていう風に見えてるから。母性よな。そう、それこそ母性。なるほどな。なるほどね。でそういう人がたまになんか俺がこう皿洗ったりとか、それはもちろんそういうことはしていきますよ。でそのバランスが一番なんかいいなって。なるほどな。でもさ、紐の女子のさ、やっぱ可愛さというの知ってほしくないですか。これ朝起きてちょっと僕8時ぐらい起きるじゃないですか。だって目が覚めまじゃないですか。その時に「えっ、もうちょっと一緒に寝ようよ」って言って10時ね、12時ぐらいまでぐだ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 寝る、その楽しさ。しっかり女子やらんすよ。しっかり女子朝はちゃんと起きるんで、言うても。起きる起きる起きるでしょ。朝ごはんとかちゃんと作ってくれる。それはそれはそれで好きなんですけど、ぐだぐだ起きて昼ぐらいにサンダルとダッサいジャージ履いてコンビニ買い行くとか近くのなんか飯屋行くとか、そんなんでいいんすよ。そんなんでいい。家いる時はもうなんか2人だけの世界なんやから、そんなお互い気負いせんとゆっくりやってこよって。いや、めっちゃいい、めっちゃいい。いや、違うぞ違うぞ。いや、でもめっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい。やんやるやん俺らも。いや、そうだ。だからしっかりを無理やり寝させるんすよ。今日はええやん。そう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 。ああ、なるほどね。今日ぐらいええやん。普段しっかりしてないから今日ぐらいええやんで、はいはいはい、囲い込むっていう。ああ、なるほど。それはいい。
なるほどなー。そんな感じですよ。なるほど、ずっとぐうたらやったらさすがにそれはあの飽きてきます。そうなんです。はいはいはい、甘やかしてやりたいという。そうそうそう、100で完璧がしっかりじゃないから。そう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 、その人がまあ割と何やろ、家の中で干物の人ほど相手がしっかりしてる人を求めてる傾向にあるんかな、もしかしたら。かもしんないですね。そもそもしっかりしてるから干物ってことですね。ああ、じゃあしっかりしてないからしっかり。そう、なんか嬉しないな。なんかすごいしっくりきたんですけど、仕組みはね、男としては負けてる気しかしないですね。こっち張りたた方がええよ。そう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 、本来は。そうなんよ。勝ちましたね。いやひっくり返ってないけど、俺ら勝ちですよ。人として負けてます。そう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 、そうなんよ。ディベートとしては対、人としてはこう。勝ちましたね。勝ちましたね。ありがとうございました。ありがとうございました。でも確かにこれ結論は本当に裏返しっていう。いや、まあそうかもね。そうかもね。そこでペア組んだ方がええよ、楽しみだ。さ、最後にピュッて投げていいですか。いやいやいや、一番最初にお互い干物だって言ってますよね。確かに、お前こっち自分だけちょっと怪しいですよ、監督。怪しいね。監督は成立しました。負けました。もうここ認めます、ここ認めます。これちょっと怪しい。バレたー、お前干物出てたな。えけど、あの休みの日でしょ、話。そう、正確に言うと平日はビチッと折れてるの、俺は。そうだよね。で、休日にダラーっとしたいっていう。オンオフを分けた時のオフを分かち合える子がいいっていう。いや、分かるよ、分かる分かる。ずっとそばにいる子には。そんなん言ったらだってさ、俺らも朝さえ起こしてもらえばさ、もう逆に言うと10時以降はビチッとしてんすよ。朝さえ起こしてもらって。俺朝は起きるぞ。俺、あ、起きる。一番下や。人間として、一番下。これさ、この人間中、人間中、これ人間中。これ人間順か。よそここ、よそここ、アブバブー進化、進化。俺ビタマスビタマスが、俺まだちょっと曲がっとる。背中はすぐちょっとだって、みんな敵やったパターンや。全員敵やった。じゃあまあ次行きましょう。はい、相談、相談のやつ行きましょう。行きましょう。じゃあ最後のテーマは清掃はギャル。ああ、いいっすね。これはね、もうけど俺はもうブレないんすよ。俺は明確。だからまあちょっと一回聞きますね。あのギャルがいい人。お。なるほどね。で、なるほど。清掃。清掃は？清掃な人。はい。うん。なるほどね。だ、人間のレベルがしっかり分かる。ここでも。あのごめんごめん、あの一回いいですか。僕そっちの3でいいですか。はい、あの人間順のままやから、勝てる気せんから、なんか勝てる気せんから。それは背中大きく見える。俺はそう、実際大きく見える。ちょっとね、じゃあいけいけ。マジで、あのまあ一旦3発来いよ。ああ、全部ぶち返してありますわ。3発弾を全部切ると。強いな、強いな。これはめっちゃ自信あんねや。これマジで自信や。ちょっとね、ギャルに寝返る可能性があるうちいる、この中に、3人の中に。俺は絶対寝返らん。もうこの生まれてこの中ずっと清掃。なるほどね。ジョン、ジョン。俺はね、ギャルのマインドはめっちゃ好きなんですよ。そう、そうなんや。え、これ外見の話？いやいや、もうトータルギャルよ。トータルギャル、トータルギャル対トータル清掃。清掃な生き様とギャルの生き様って話よね。あとマジで勘違いしてほしくないのは、あのギャルはしっかりしと。まあ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 、だからその清楚って別に清楚ですよ、おしとやかですよ。でもじゃあちょっと変な話すると、性についてどっちがしっかりしてんのっつったら、ギャルはしっかりしとる。確かにな。性、性、夜のもの、夜のものな。いや、もう性と夜が結びつかわし、分かってるけど、恋愛も結構ギャルしっかりしてるよな。ギャルは意外に一途だから。一途よな、ギャル。なんかもう弾飛んでこんから俺からめっちゃ投げてる。待って、いや、わかるよ。待って、待って、わかるけど、俺もうギャルにだいぶ足突っ込んでるかもしれんわ。恋愛も性もギャルしっかりしてるな、確かに。あとちょっと男受けの話させてほしいんだけど、もうこれ多分女性が分かってんすよ、この結果が。ギャル対清掃ってなったら、そうなる。25対75じゃないですか、パーセンテージにしたらね。
もう分かった上で、でもギャルを言ってるってことは、うん、自分をしっかりモテてるんですよ。うわ、なるほどな。いや、私はもうそれを分かってると、うん、ギャルの見た目は男向けは良くないけど、うん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 、でも私が好きだからやってるんだよ、うんうんうん、自己肯定感なのよ。そう、いや、お前、ね、お前ちょっと早いね。乗り出したらあかんぞ。俺らまだ球取ってないから今まだ受けてるだけやで。パンチ受けてるだけやで。危ない危ない、全然返せるから。洗脳されるとか全然返せるから。まあまあ、ちょっと一旦こんぐらいにしときましょう。こっちからね。でも清楚はさ、うん、もうあのさっき言ってたけど、うん、確かに清楚系っていうの中で、うんうん、ちょっと隠れて、まあそのね、夜の行為が甘い子がおるっていうだけの話で、うん、それはあくまで一部、清楚系ビッチとか、ね、全員が全員、うん、そういうわけではないから、確かに確かに、それをうまく利用してるっていう一部おるから、うん、そんなことなくて、うん、でも実際広い目で見た時に、うん、絶対東大的に言ったら清楚系の方が、うん、そういうのしっかりしてる子が間違いない、多いから、そうっす、広い目で見たら、あ、なるほどね、清楚なのに、うん、こいつビッチなんだっていうギャップが大きすぎて、そうそうそう、目立ってるんや、そう、目立ってるんだろうね。逆に言ったらギャルもしっかりそうで、そうです、そうです、あのちゃんと芯持ってる子が中にいるだけで、そういう子は目立ってるだけで、なるほど、なるほど、基本的には広い子が多い、夜は。そうです、なるほどね。あー、ちょっと待ってくださいね。まず1個謝らせてください。清楚でくぐった俺が悪かった。あー、なるほど、それは確かにそうっす、人間やからね。ただ夜の行いをじゃあやっちゃった場合、うん、これ最悪の場合、じゃあ一回想定してみましょう、ね、ギャルは言います、うん、やっちゃったって。ギャルは言います。清楚は、まあ、言うね、言わ、うん、確かに。そうで、もうそんなんやったことより嘘をつかれたことが破綻やから、うんうん、確かに。前にのめり込むな。のめり込むなって前に言ってんねんて、お前肩がどんどん。ちょっと正直に言っていいですか、さっき二人めっちゃ話したじゃないですか、見えてるだけやんみたいな、全部入ってこんかった。じゃあもうギャルやわ。おちょっと行ってきますわ。おめでたいな、行ってきますわ。おめでたい、おいおい、おめでた、おめでた。え、これえ、シクロ大丈夫やな。大丈夫、全然ブレへんわ。俺も全然ブレへんから、あ、じゃあここでもう態度の対立の話になるわ。いやでもね、ちょっとね、来てないんすよ、うん、弾が。あー、清楚の弾ね。そう、あ、弾ちょうだいシクロ。清楚の弾ちょうだいよ。清楚って知的っすね。いや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 、いやでも知的よ。まあまあまあ、そうよ、ほんまそうやと思う、そうやと思う、知的やな。ギャル小説読まないじゃないですか。うん、まああんま読むイメージない。ギャルで小説読むあんま聞かんな。清楚のギャル、アートに精通してないじゃないですか。あ、確かに。まあそんなイメージはトレンドって感じやな。だから俺、僕なんか商業なんですよ、どっちかっていうと。ああ、なるほどね。なんかアーティスティックとかっていうイメージ別に清楚もないけどね。ギャルか清楚やったら清楚や。あー、人間を男と女で分けるぐらい広い話してる。なんかそんなに含む清楚って。まあでもね、ギャルの見た目ギャルで本格してるのはめっちゃ多分いないと思う、うん、少数派だと思うんですけど、うん、清楚で本格子は多分多いよな、うん、パーセンテージでいいの絶対。まあ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 ね。だからまあそういう話でしょ。そうそうそう、品なんすよね。なるほどね。清楚だね。それで言ったら、うん、品って他人からどう思われるかもちろんすごい大事だけど、うん、自分を貫くっていうところがすごい大事だと思うんだよね。そうなんですよ、うん、自分を貫く子はいますからね、清楚にも、うん、別に。ギャルイコール貫くとは思ってほしくないかも。ギャルの方が貫く比率高くない、多分。そうで、あとなぜそれを言ってるかというとギャルの方が貫くの大変やと思うね。あ、だからその世間的に、そう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 、いろいろ誤解はされるから、うんうんうん、めちゃめちゃ仕事ができる、めちゃめちゃ頭がいいのに、うんうん、ギャルをやってると、うん、ちょっと頭やっぱり良、うん、くないんかなって思われがちなのに、うん、ギャルをやっている、うん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 、これなんですよ。したたかよな。そうそうそう、強いよな。そう、強いんですよ。で、ちゃんと自分を愛せてるというか、うん、私はこれなんだって覚えてる、うん、そこが好きなんですよね。唯一無二やからな、私ってあるだけで。まあなんかそのね、その自分を貫き通すってもちろん大事だと思うんですけど、うん、まあなんかその柔軟性も僕は結構大事にしてるタイプなんで、うん、その、うん、まあルールがある中で、そのルールの中にのっとって、うん、その中でうまい動きをしていく子を割と好きなんですよ、僕。ああ、なるほどね。いや、まあ確かにさ。今の話の俺の負けポイントは、うん、そりゃそうで、うん、そこで個性出さんでいいんだよ。いや、そう、人としてでもかっこいいとは思うけど、うんうんうん、なんか彼女にするってなった時に、そうね、隣がギャルってあんま想像できないんですよね。ああ、それはね、知らんだけ、みんなギャルを、そう、
お前知らんやろ。じゃあ付き合った？ない。いやの。ギャルと付き合ったらめっちゃ飲み会とかめっちゃ楽しくない？ギャルと飲んで。いやそれは楽しいよ。それは楽しいよ。だからね、友達としてはすごく好きよ。それは。やっぱ基本的にねコミュ力ある多いしやる順は。あとなんか明るないですか？なんか起きた時明るないですか？髪型が明るいだけじゃない。辛いことへの対応力が高い時あれば。やべえ、やべえって片付けるんすから。マジウケるで終わりますよ。そうそうそう。やだみたいな。ずっとそれしんどいで。表面的に全部そうじゃないから。しっかりしたもん持っとうね。いやそれは素晴らしいと思うけど。それが好きやけど。これは決着つか。これつかんな。もう多分、こうなった時点で俺は良かったよ。これで俺にとっては勝ちやったんですよ。なるほどね。もうちょっと頑張りすぎてなんかあんま勝った感がないっていう。確かにこれギャルと清楚の定義がむずいかもね。むずいね。むずい。なんかもうどっちもいい気してきたっすね。どっちが悪いではないっすからね。そうね、どっちが悪いじゃないから、あくまで好みの話をずっとしてるんであって。そうね、ギャルもいいとこあるよ。いや、清楚もいいとこある。そうそう、ありがとう、ありがとう。ありがとうな。偏見すぎた。なんか良かったっす。なんか握手でもしとくか。そうっす。手冷たいな。そう思った。こっちだよ、手冷たい。こっちだよ、手冷たい。心が、あ、待って待って待って、心が温かいってことだ、心が。冷たいです。手冷たい男は温かいね、心。なあ。手冷たいやつがギャル好きということで。ただ清楚好きということで。それで分かる。はい、分かる。はい、よかった。はい、ということで。長かったですからね。ありがとうございました。ありがとうございました。